はい、どうもベイです。ではですね、今回ワンパンマンチャレンジの動画なんですけど、一応今日はね6月の15日の土曜日ってことで、14日目の動画でございます。14回目の動画でございますなんですけど、ちょっとね今回はねちょっと14回目はね休みます。しか言ってないけど、今日ね仕事中にね左足がすごい痛かったんだよ。なんかなんつうんだろう、ちょっとずつ腫れててさ、足が。そうで今一応氷とかやったんだけど、それでも腫れがひどくて、ね、歩くのがままだった以外なんだよね。で1ヶ月前にもあったんだよ、それが仕事中に。その時は右足のくるぶしだったんだよね。で医者のとこ行った時にはその捻挫って言われたんだけど、ちょっと今回はねそれとまた違う感じなんですよね。でちょっと無理だなっていう風に、もう走れないし、あとこれ今これやってるの分かる、これって言ったら分かんない、さあこれ痛いんだよ。もうここもこれ以上下がんない、もうこれ以上こっちが下がんないんだよね。無理です、助けてください、誰か助けて。本当にちょっとびっくりした。まあ明日仕事休みだからいいんだけどさ、じゃあその問題のね足を見ていただきたいと思います。わかるかな、超パンパンなんだよね足。こっちさスリムじゃん、こう骨見えて筋肉も見えてるでしょ、こうやって。ちょっと待って、影が悔しい。そうこっちはねスリムなんです、すげえ。ほらね、だけどこっち見てやばいでしょ。まずこの足の毛が、これが原因なんだよね。でその1ヶ月前のやつはまあこっちなんだけど、その後にねその筋とこれと同じようなのがここにできたんだよ。この時超やばかった、これは本当にびっくり。それで今回これができたんだけど、もうこれがね前回よりひどくて、もうなんつうの、まあ、まず足がパンパンなんだよ、後ろもね。やばい、初めてかも、こんなパンパンなの。これぐらいでしょ、こんぐらい。まあ、違いがね、分かんないと思うんだよ。もう後ろ足もパンパン、ここも、その前回の時のやつだけど。後ろ足までパンパンでさ、くるぶしもやばい。ここ、もうここやばい。全然スイム差が違うんだよね。あと真っ赤、熱がすごいんだよ、もう。もうやばい。ぐらい熱がすごいんです。走れないし、もうなんかそれどころじゃない。もう病院行きたい。けど病院ちょっと今時間空いてないから。で一応ね行って、その前回ねなった時に薬はもらったんだよね。なんでそれをなんかちょっともうやばいなと思って、昨日一昨日ぐらいから薬つき始めたんだけど、それでももう広がっちゃってさ、骨折って感じ、骨折して中が内出血してる感じなんだよね。もう血がもうここ全部血みたいな、血で腫れてるよみたいな感じなんだよ、イメージを。それかなんかもう膿が入ってて、こうナイフで切ったらこう膿がボーって出てくるような、そういう痛み。なんつうんだろうな、もうまず曲げられない。こうやってこれでつま先をね伸ばすとね曲がんだよね。こうやって曲がんだけど、もうこっちが無理、もう痛いって。だからなんか何なんだ、筋やっちゃったのか分かんないけど。でこっちはさらに言うと筋肉がね見えない、ツルツしてんだよ、ここやばくない、これ皮膚がもう張りまくっててツルツルしちゃってんのおかしいでしょ、いってんだよこっちさ見て、ほらこっちツルツルしてないわけよ。でこう力入れるとね筋肉が見えるわけですよね。なのにこっちはつぶつぶしちゃっても滑ってくぞどこまでもみたいな感じなんだよね。はい、ということでね、ちょっと今回はね本当にすいません、休みます。これは厳しい。階段
もあるけど、マジで階段も下るのもきついし、上がるのもきつい。だから今日はずっときつかった。もう電車乗って階段登るとき痛いし、降りるとき痛いし、エスカレーター乗るとき痛いし、降りるのエスカレーターのこれ超ちっちゃい段差あるじゃん。こうやってこうこうやって沈んでいくさ、この段差、これ痛いんだよ。これもこれ痛いんだよ。なんであれ、なんでこれ痛くなるの、わかんねえ。俺もわかんねえんだけどさ、こう言ってんだよな。なんかなんなんでしょうね。あと靴脱ぐといいね。靴脱ぐとき痛いし、さっきあの仕事終わりだったから靴下脱ぐとき痛いしさ、でそこ脱ぐでしょ、するとさ、もうここら辺からもう全部もうガッとついてるね。ブエッてうわーって脱いで、そしたらもうすぐに全部が腫れちゃったっていう。はあ、まあね、頑張って早く直したいと思います。なのでまた明日ですね、会いましょう。といっても明日はどうなるか分かりません。まあ一応ね、その前の時の、まあ、教訓というか、その先生に教えてもらったことがあって何個かあるんですよね。そうだ、それをやってちょっと良くなると思う。そしたらね、そうだからさ、あの1ヶ月目の時にもう全然話どんどん飛んでいくんだけどさ、1ヶ月目の時に結構僕歩いてたんですよ。足が痛くて歩きましたとか言ってたじゃないですか。もうあれ全部これっすからね。この傷のっていうか、この傷か、これのせい、もう本当にひどかったんで、もう走れねえの、本当にもう本当に走れないんだよ。ね、歩くのも大変だしさ、走れないしさ、もうどうしようって感じじゃねえ、こっちはさ。で企画的には10キロ走るぞみたいな感じじゃん。でももう走れないから、うん、まあしょうがないねって感じで歩いてたんだけどさ、今回もそうなりそうです。しょうがないなって。で、そう、他にもね、足がプツプツしてるんですよ。これもね、その予備軍なんだよね。でさ、前病院行った時原因も何も言われなかったんだけど、ちょっと忙しくて最近病院行けなくてさ、だから早めに病院行ってちょっといろいろとね教えてもらうと思います。本当にこれの根本的な治し方を知りたいですよね。はい、ということでこれでおしまいです。明日ね、明日会いましょう。明日はランニングはねできないと思う。いや正直言うランニングはできません、明日ね。うん、でもちょっとでも良くなってね、あのスクワットだから筋トレだけはねしっかりとできるようにしたいと思います。はい、ちょっと早めにね寝ます。今日ぐらいってすいません。じゃあみんな怪我気をつけてください。本当にね、いろんな怪我ありますけど、怪我はもう絶対もうどんどん話が脱線するから、これでおしまいにします。ではまた明日、バイバイ。これはワンパンマンチャレンジカード、1回ごとにハンコがつくよ。グーデ、動画を見てくださりありがとうございます。少しでもいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、そちらもフォローしてね。ではでは、また、じゃあねー。